戦場における最大の武器、なんだかわかる？ああ。何？忘れてはいない。言って。意志だ。絶対に生き残るという強い意志。そうよ。任務を達成し生きて帰る、その断固たる意志が極限状態を乗り越える力を生むの。それが戦場での最大の武器よ。忘れないで。何があっても。少佐、敵は KGB と言ったな。そうだ。どこの部隊だ？第6局か？いや、第9局だ。第9局？ああ。だが奴ら確か。そう。クレムリンの警備や要人警護を担当している部隊だ。しかし、連中の警護対象は、党及び政府の要人、つまり高級政治局員やその家族だけだろう。その部隊が野外演習の警備に出動してるのか。そういうことになる。どういうことになるんだ。わからない。ただ第9局の局長はフルシチョフの子飼いとして有名な男だ。確実に信用できる部隊で警備を行いたいのかもしれんな。他の部隊は信用できないぞ。キューバからの撤退以来、フルシチョフの立場は日増しに弱体化しつつある。そうした状況の中であえて行う秘密演習だ。この演習でソコロフの新兵器を完成させることには、フルシチョフの指導力を再確立するだけの意味があるのだろう。つまり、それを傍観したくない連中が妨害工作を企てる危険性もあるということか。おそらくな。それに備えて切り札といえる部隊を動員し、警備に当たらせているのかもしれん。ところでスネーク。なんだ？さっきのお説教は何？お説教？グルーの隊長にお説教してたでしょ？初段を手動でなんとかって。ああ。あれ、どういう意味なの？うん。奴は新しい弾倉を挿入した直後、薬室内の残弾のあるなしに関わりなく手動で初弾を装填していた。中東方面で教えられているテクニックだ。弾丸を確実に薬室へ装填し、空撃ちを防ぐという意味がある。話に聞いたのか本で読んだのか、とにかく奴はどこかでそれを知り使ってみようとしたんだろう。新しく仕入れたテクニックを披露したいという虚栄心もあったに違いない。だから失敗する。戦場はシビアな場所だ。地道な鍛錬を経て自分のものにした技術以外は通用しない。ふーん。じゃあリボルバー向きとかいうのは？やつは発砲時に大きく肘を曲げて反動を逃がすような動作をしていた。本人も気づいていない動作のようだが、これは致命的な悪癖にも転用の才能にもなる。どういうこと？反動力を作動に利用する自動拳銃では、反動はしっかり受け止めなければ回転不良の原因になる。つまり奴のように衝撃を逃がしてはいけないんだ。だが、リボルバー式拳銃なら反動を受け止める必要はない。逆に反動をうまく逃がすことは、手や腕への負担を軽減することにつながる。大口径のリボルバーを持たせたらいい使い手になるかもしれん。いい使い手にって、あなた何言ってるのか分かってる？どういうことだ？彼は敵でしょ？どうしてそんなアドバイスをするの？スネーク。どうしてだろうな。なぜだか放っておけなかった。スネーク、あなた大丈夫？スネーク、気をつけろ。 KGB とグルーの双方がソコロフを追っている。国防省参謀本部情報総局、グルーは軍の諜報機関だ。内務省管轄の KGB とは常に監視し合う関係にある。権力の右手と左手の争いだな。そうだ。その上今回は背景にフルシチョフ派と反フルシチョフ派の熾烈な権力闘争がある。フルシチョフは KGB を使い、反フルシチョフ派のボルギンはグルーを使っている。そういうことだ。二つの勢力がソコロフをめぐって争っている。極めて危険な状況だ。ああ、分かってる。ソコロフの身柄を確保するんだ。 KGB にもグルーにも彼を渡してはならん。ソコロフは吊り橋の方へ走っていったんだろう。すぐに追いかけるんだ。急げ。少佐、ザボスと連絡は取れたか？いや。本当にただの電波障害なのか？調査中だ。調査？スネーク、ザボスとの通信を心配するよりも重要なことがあるだろう。ソコロフは今一人でジャングルの中をさまよっているんだぞ。彼が敵に捕まったらどうするんだ？
ザ・ボスの通信途絶については調査を続けさせている。情報が入り次第連絡しよう。今はソコロフに追いつき、彼の身柄を確保することを第一に考えてくれ。いいな。少佐、ソコロフが言っていたグルーの大佐について何か知ってるか？ああ。どんなやつだ？危険なやつだ。エブゲニー・ボリソビッチ・ボルギン。西側でのコードネームはサンダーボルト。ソ連のスパイマスターの中でも最も残忍で凶悪な男として知られている。大戦中は NKVD の国内軍に所属し、ソ連軍後方に位置して脱走・退却するソ連兵の処罰を行っていた。ウクライナやバルト三国での反ゲリラ戦でも功績を挙げている。奴は10万人以上の反共産主義者を処理したと豪語しているそうだ。1953年の東ドイツの反乱鎮圧や1956年のハンガリー動乱にも深く関わっているという情報もある。恐ろしい男だ。何を企んでいてもおかしくない。気をつけてくれ。わかった。少佐、ソコロフの言っていたグラーニン設計局とは？ OKB812、 ソコロフの OKB754 と同様の秘密設計局だよ。局長はアレクサンドル・レオノビッチ・グラーニン。大戦中からソコロフのライバルと言われ、熾烈な争いを繰り返してきた男だ。もっともソコロフに言わせれば、グラーニンが一方的に張り合ってきただけということだったが、とにかくグラーニンはソコロフへ異常な敵愾心を燃やしているらしい。ソコロフがフルシチョフに囲い込まれたと知ったグラーニンは、すぐに反フルシチョフ派の急先鋒であるボルギンと接触した。ソコロフを打ち負かすためにその敵対勢力の資金を得ようという腹だったらしい。ボルギンにとってもフルシチョフへ対抗するためにはグラーニンの生み出す最新兵器は魅力的だった。かくして同盟は成立し、ボルギンはグラーニン設計局を傘下に収めたということだ。だがそのボルギンが今はソコロフを狙っている。ああ、グラーニンの心中は穏やかではないだろうな。